どうも、エルザレットです。それではデスストランディングやっていきましょう。今回続きですね。なんか見えたかな？さあ、最後の人とつなげに行きますか。その前に夢をちょっと見ようかね。さっきアメリの声もしたよね。サム、聞こえるか？配送端末で依頼を受けてくれ。最後のキューピッドを接続するんだ。30キロか。いよいよだ。エッジロッドシティに最後のキューピッドを接続しよう。最後の結び目には、回路通信の起動に必要な起動アタッチメントが入っていない。テロリストの妨害を避けるため、安全を守るためだ。この起動アタッチメントは、今君がいる配送センターにある。荷物を受け取って、エッジノットまで運んだ。幸いなことに、シティ配送センターの機能に今のところ問題はないようだ。荷物を納品すれば、自動でカイラル通信のシステム中枢に結合される。さあ、あともう一つ、起動アタッチメントには個別認証 ID がある。もし紛失してしまったらカイラルプリンターでは複製できない。つまりそれは代わりがない個体だ。配送の途中でなくしたり壊さないようにくれぐれも注意して運ぶんだ。繰り返すが、これが最後の配送になる。分かってるな？頼んだぞ、サム。RD グレネードランチャー。その武器はグレネードを打ち出すランチャーね。装填する弾の種類によって相手に与える効果が変わる。発射後の遠隔操作によって最適なタイミングで起爆させることができるわ。へえ。こんな物騒なのが出るってことはっていうことだよね。これはレベル3か。こんなもんかな。さあ、ちょっとこれで グローブをつける。これはプライベートでいいとして、こんな感じかな。依頼が受注されました。
さあ行こう。最後の配送か。結構街を抜けていってっていう感じだね。いやー、街の中を歩くっていうのも逆に新鮮だね。めちゃくちゃお化けマーク。まあでもヒックスがいたぐらいだからやっぱいるよね。まあ、この辺りにはいるんだろうけど、まだ大丈夫そうな感じだね。さあ、ここを抜けると、え、なんじゃありゃ。そもそも見えてるもんね。約2発か。よし、いやー、それはそれで厄介だな。一発。よしよし。結構上飛んでんな。これはさすがに下は通れないか。あ、外した。
危ない。これも、近くにいるってことか。そもそもそこ下通っていってんだよね。やっぱ近くいるなぁ。いや、上から行くしかねえか。あ、そこにいたんだね。トン。よしよし。真下にいたのか。さあ、どっちにいる？そんなところいるか。三体撃破。あれ？ここなんか見覚えあるね。前回の戦争で来たところか。上にはいるけどっていう感じだね。じゃあ三体側に行く感じか。あ、反対側行こう。こう普通にこっちが来れた。いたね。よし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 。ここも行ける感じか。突っ切ることは可能だがっていう感じだね。
まず正面か。そうなるか。おお、なんか黄色い。さすがにそれは取っておきたい。よしよしよし。倒せるわけではない感じか。いやー、引っかかってしまった。でこっちの方向だね。後ろの方か、ここ。よしよし。で、いやらしいよね。あの、瓦礫で落ちるっていうね。さ、次は。おお、なかなかやまないよね。お、ゲッチュ。うわ、後ろすげえことになってる。さらにか。足音はするが、いやー、そっち側の方が良さげか。この独特な感じ。時雨で壊れた。マジか。ただ荷物になるだけだからね。そうなると。マジか。ここに来てか。まあでもだいぶ悪路は頑張ってくれた気がする。これで近づいて、ゲッチュ。まだいるか。
ここ。いやー、連続でいるね。どうせこの後ろもいそうだな。さらにだね。ここ。もう一体いたのか。とか今殴ったので欲張れなかったの。さあちょっとスタミナも減ってきたんでね。ここ。右に3だか。ほい。まさかここに来て BT 狩り的なことをするとは思いもしなかった。まあママからもらったこれがだいぶ役に立ってるね。息を止めて、ここ。さあ、一つずつ、一つずつ。刈り取っていきながらね。さっきのやっぱ子供か、ちっちゃいのは。OK かな。ああ、ブリーチスの大型トラックが。いやー、なんかここはちょっと他のと見た目が違うね。大都市にあるからかな。ついたついたついた。納品したの BB か。さあ50%、まあゼロだね。さあ最後のカイラル通信を。さあ、繋がった。一番端っこまでだね。いやー、UCA か。
いやー、来たねー。 K8 ミサイルランチャー。ついにやったな、サム。我々のカイラル通信は北米大陸を横断した。この国は再び一つになった。ユナイテッドシティオブアメリカの誕生だ。今後はたとえどこかの結び目が破壊されたとしても、おう、カイラル通信の接続が解除されることはない。カイラル通信はつながったビーチで全て維持されているからな。そしてサム、我々には最後の任務が残っている。 UCA の新しいリーダーだ。ブリジット・ナディアとこの UCA をリードできるのは彼女しかいない。最後の大統領の娘、アメリカという名を持つアメリ、彼女を何としても救出してほしい。アメリと合流してくれ。カイラル通信がつながった今、アメリの居場所はヒンクスにも見つかる可能性がある。前にアメリが言っていたように、そこのプライベートルームで合流するんだ。プライベートルームで待機してくれ。さあ、これでアミリと合流ができるはず。約束通りに行けばね。どういうこと？サム、聞いて。私は絶滅体なの。いやー、ここに来てホラー的要素が来るとは。カイラル濃度急上昇。急上昇。状態スタンバイ。武器と装備を準備してください。マジか。不明の脅威との接触に備えてください。まあ一応リフレッシュしてからね。いや、ちょっと待った。なんか、どこそこ劣化が始まってんだけど。どういうことだ？え、ちょっとセーブだけしとこう。マジか。ビール飲んで、解放して、違う違う、さあ行くか。結局アメリと合流という感じではなかったね。
さあ、最後の時かな。臨戦状態か。もう戦闘する気満々だもん。とりあえず、行くか。さあ、どんなものが出てくるか。ん？マジでめちゃくちゃでけえじゃん。あれは絶滅の準備は整った。カイラル通信は全てつながった。この大陸を横断する全ての結び目が一つになった。絶滅の種は俺が確保した、ああ、それでさっきのアメリが大きくなってたんだ。はあ。これまでに起きた大量絶滅は全て絶滅体がもたらした。もうすぐ6回目の大量絶滅が起きる。単なる種の入れ替わりや絶滅ではない。物質と反物質が消え去る。今回が最後の大量絶滅になる。お前たちが結び目をつないだおかげでその準備が完了した。そこでついに絶滅体の登場だ。アメリ。サム。あなたたちが必死でつないでくれた。全ての結び目と人の数ほど存在する個別のビーチを私の力で一つに束ね直す。そうすればこれまでのような小さな DS とは違う。地球史上最大で最後の大量絶滅が起きる。アメリ、どうなってる？ラストストランディング、人類の消滅、絶滅との結び目である私の役目。サム、思い出せ。俺たちブームスは彼女の結び目から生まれた。俺たちが見た悪夢は逃れようのない確固とした未来のビジョン。これこそが俺たちの夢見たこの世の終わりなんだ。黙れ。わかった。絶滅は止められない。早めるか遅らせるかしかできない。俺を倒せたとしても彼女を救うことはできない。絶滅は止まらない。
マジか。BT を撃退しようって言われても、この辺りかな。全然ダメージ入ってないね。あれ、ダメージが急に入ってないぞ。実弾はダメージ入るのか。さあさあ、急にダメージが入らなくなった。的確に狙わないとダメってことか。サンキューサンキュー、それは助かる。血液袋は助かる。待て、なんか急に。急に怒るなっていう。これ以上しろやついけないか。さあ、まだだろうね、さすがに。右肩。パーツを狙っていく感じか。これで、おお、おー、マジか。輸血が欲しい。そんでもって、なんでなかなか。使
捕まないのかが先か気になるんだよね。装備ができない。これも切れた。4連脇、あと4発。さあ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 、次次、これで一旦置いて、いや、こっちは全く楽しくねえぞ。たまに通らない時もあるしっていう感じなんだよね。めっちゃ高いのが出てる。おお、乗れない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 。よしよし。結構重すぎてっていう感じか。押したボタンがタイミングが微妙ってことになってるか。外した。めっちゃ出てきた。よし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 。おお、危ない危ない危ない。
こっちのセリフだって。いやおほう、しかも落ちるか。パックが消えたか。さあ、これでどうだ。よし、当たった。さあ、全身がカイラルに。倒したー、やっと倒した。いやー、いや、これは大変だよ。お、でも S ランクだ。ボスランクの S は、ボスの S ランク初じゃないかな。アメリアメリ、彼女は大丈夫だ。この世界はまだ絶滅してない。アメリを離せ。機関車をかばうとは切ない。サム、死んで出直してくるんだな。ヒクス、絶滅に立ち会いたければビーチに来い。あれ、これって最初の方だよね。あ、いた。僕があそこに沈む前に。
あ、帰還してきたってことか。マジか。さあ、ヒックスを追う前に。でもさすがにこの荷物の量は多すぎるな。さすがに直してで、ちょっと追っかけよう。レベル3とかあったんだ。血液袋が意外と使うねー。よし、行こう。ちょっと疲労は溜まってるが、回復はできないしね。お、ボスのっていう感じか。いや、ビーチって考えたらフラジャイル移動できるか、フラジャイルに頼んだ方が早いのか。ちょっとこの後もどう。でもその前に、3000までいったね。ね。ボスで2000か。サイズ的に1万ぐらいくれても全然良かった感じだけど。確かめてみよう。フラジャイルジャンプでいけるか。じゃなかったら単純に来た道戻るっていう感じになるからね。違う感じか。ってなってくると、まあ呼んでみるだけ呼んでみてってしようか。
お、合ってたみたい。ヒグスはあなたが繋いだ結び目とビーチを繋ぐつもり。二人はアメリのビーチに行った。俺たちは行けるのか。私は無理。でもあなたはアメリと強い繋がりが。彼女のビーチに何度も行ってるでしょ。あなたなら飛べる。約束覚えてる？ヒッグスを生け捕りにする。約束よ。私があいつのとどめを刺す。それじゃアメリのビーチに飛ばしてあげる。私の力では一緒には飛べない。あなたを送ったら後を追う。君もアメリのビーチに行けるのか。いいえ、彼女とはつながりがない。でもあなたとのつながりをたどる。そのドリームキャッチャーでアメリを探す。向かいはこのミサンガであなたをたどる。装備はそれでいいの？武器はいらない。ルーも連れていかない。ああ、フラジャイル。何？いつものは。いつものね。ハマったみたいね。ハマったみたいってね。サム、気をつけてね。もし何かあったらルーを頼む。あなたに触れるけど我慢してね。目をつぶって。さあ、アメリとビーチをイメージして。彼女がアメリが好きなんでしょう。言えた。さあ、ヒックスと決着へ。いや、フラジャイルは絶対サムのこと好きだよね。いや、複雑な感じにはなるけどね。さあ、ビーチにたどり着いた。アメリ。サム、どうしてここに？絶滅のイベントの前に決着をつけようじゃないか。どうするつもりだ？別にどうもしない。絶滅体を守りサポートするのが俺の役目だ。第六の絶滅は避けられない。
俺やお前がいくら抗おうと、数万年後には確実に我々人類は滅びる。ならば俺たちで絶滅を受け入れるしかない。太古の生物がそうしたよ。結末の決まった未来を少し延命させても意味はないだろう。俺たちドゥームスも彼女もそのためにここでつながっている。あら、俺たちも一部なんだ。デス・ストランディングだな。ご覧の通り、ここはビーチだ。機関車であろうとここでは死ぬ。お前も俺も晴れて向こう側へ行ける。そうださ、もう馬鹿げた人生ゲームを繰り返す必要もなくなるというわけだ。ただし、ここでは BT は呼べない。ボイドアウトもしない。だから昔ながらのボス戦ってわけだ。まずは、ボートナの戦いといこう。それでは、二人で楽しもうじゃないか。最後のゲームオーバー。さあ、文字通りボス戦と。俺はヒックス、神の粒子。はい。さあ、お、当たんないかい。何を旅立っているさ。お前がそこで悩んでいても何の意味もない。なぜかって、もう結末が決まっているから。お前が死ぬのか。おい、飛ぶか。どこ行った？よっしゃ。さあ、こっち投げればほとんど当たるね。どこだ？おお、後ろ。ちょっと重かったか。3階までか。そしてクジラが、これちょっと大きいかい。近めがいいね。よしで、ドーンと。さあ、そろそろいいんじゃないか。結構粘るな。いた。デス・ストランディングがその証拠だ。だからサム、ためらうわ。これでどうだ。最後は重い一発だったね。銃はもういい。次はお前が好きな
接近戦だ。さあ、望むところだね。さあ、これ以上入んないか、やっぱ3発ぐらいか。さあ、スライディングがなかなかいい感じに。うい。どうしたどうした。全く相手の攻撃が入ってこないね。よしよし、あとちょいかな。意外とのんびりしてんだね。意外ともろいな。おっ、さあこれでもうそろそろいいんじゃないか。やっぱ気絶用っていう感じか。もうちょっぽいな。ドン。おお、そっちか。どこにいるかな。ったいや、かくれんぼがお好きで。おい。どうだこれで。お前もドゥームスなら
ここで覚悟を決めろ。さあ来い。ええー、なんかこれは見覚えあるぞ。メタルギアソリッド5じゃねえか。いやもう、あ、スタミナが切れるか。なるほど。か連打だね。振りほどくんだ。よしよしよし。うおー、すーげ、まんまメタルギアじゃないか。あ、ピオトシさん、さあ、カウンター来たか。やるね。さあ、ここ入れて最後。死ぬのはお前の番。よしよし。さあもうちょいだね。アメリさあ、約束通りっていう感じだね。驚いた。あれはどうしたんだ？接触恐怖症は。このゲームはお前の勝ちだ。しかし絶滅は止められない。さあ終わらせろ。あら、覚えていたのね。壊れ物を届け、私はフラジャイル。でも今日はあなたを壊しに来た。どうかな。俺たちのつながりを壊すことができるかな。
まだ気がつかないの？あなたはもう壊れてるの？俺が壊れるはずはない。俺はヒックス、宇宙を満たす神の粒子。お前は何だ？また俺に従え、壊れ者。あなたこそ壊れ者よ。さあ、アメリも一応助けてフラジャイルに引き渡すのを成功と。さあ、再びミサンが渡されたと。遅かったわね。あの男の仮面よ。配達依存症の昔の仲間にその話を伝えてあげて。いや、持っておけ。君から仲間に伝えるべきだ。それと、赤ちゃん、いえ、装備と認識したら一緒にジャンプできた。ルー連れてきたんだ。あなたに返すわね。東に帰るのよね。送るわよ。その必要はないわ。カイラル通信はつながった。私の力で一緒に飛べる。すごいわね。もう君の力を借りなくても大丈夫だ。ありがとう。力はフラジャイルエクスプレスのために使ってくれ。そうね。私は壊れたものを集めて修復する。でもあなたは壊れたものに興味がない。フラジャイル。貸し借りはなし、つながりも。じゃあ。行きましょう。私たちにはまだやることがある。まだ私を信じてる。ヒックスがいなくても私は絶滅そのものに変わりない。人類を絶滅させる力を持っている。それでも世界をもう一度つなぎたい。それは信じて。おかしい？聞いていいか？それは君の意志か、ブリジットのか？全てはこの国のため、みんなの未来のため。
あなたに黙っていたことがある。あなたがまだ東にいた時、私はここからあなたに会いに行っていた。なんだって。俺は君を助けるためにはるばるここまで来たんだぞ。こうでもしなければあなたは来なかった。あなたはブリッジーズには協力しない。でも私を助けるためなら協力するかも。そのためなら北米大陸を横断し UCA をつないでくれるに違いない。それがダイハードマンの計画。俺はマリオで君はピーチ姫か。確かにそうだ。この国がどうなろうと興味はない。でも君との結び目は特別だ。ごめんなさい。でもあなたが頼りだった。仕事を終えたようだ。今は何も聞かないで向こうに着いてから全てを話す。わかった。帰りましょう。どうやって行くんだ。フラジャイルみたいにジャンプを。いいえ、ビーチを抜けて東へ行く。走るのよ、私と並んで。走る？そうよ、私はビーチ姫なんでしょ。いや、うまいこと言ったつもりでも。ここで待ってて、いい？うん、ストランド大統領、ようやくビーチに招待してくれましたね。思い出しましたか？あの時の銃です。この銃であなたには罪を償ってもらいます。世界をつなぐと言いながらあなたは全てを壊した。全てを壊してしまった。私の罪はもう償えないのよ。
ジョー。はい、私です、ジョンです。ダイハードマンです。許してください、許して、ここにはいないわ。ビビつながってたのか、そもそも。マジか、まんまとダイハードマンたちに出し抜かれたわけか。いた、魂が戻る。え、ん、セーブをロードする。ちゃちゃちゃ、帰還するだな。どこ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 。上じゃない。マジか。しかも BB が人形になってたし。はあ。展開がいろいろありすぎて追いついてないね頭の中がね。まあでも、アメリアビーチ飛んできてたって言ってたし、ダイハードマンそれを知ってて、ここまで繋んだってことか。いや、それがバレないように、足を止めないようにするために、監視をつけたって感じか。ヒクス、サムも俺だ。脅かして悪かった。ここはどこだ。タールベルトの東側にあるプライベートルームだ。アメリが戻してくれた。アメリは？わからない。東に戻ってないのか。あんたをそこに届けた後、彼女から一度ホログラムで連絡があった。彼女はなんて？ブリジットが始めたことの決着をつける。彼女はそれだけ言って消えた。そうだ、ビーチにブリジットがいた。サム、ありえないよ。ブリジットの遺体はあんたが焼いた。だから彼女はビーチにはとどまれないはず。たとえ娘のアメリのビーチでも。ビーチでのデータログは残ってないか。残念ながら何も記録されていない。あとはあんたの記憶だけが頼りだ。何か覚えてないか。ビーチにあの男クリフがいた。ダイハードマンが捕まっていた。長官が？信じるか。うん、
話は通じる。実は長官ともずっと連絡が取れないんだ。ほう。俺は長官を疑っていた。しかし、どうやらそれは間違いだったようだ。さらに、もう一つの間違いも。クリフはヒギクスに操られていた。俺たちはそう思い込んでいた。だが、そうではなかったようだ。なぜなら、ヒッグスを倒してからも、まだクリフは現れてきたんだからな。クリフこそが首謀者だと。おそらく、アメリも長官もクリフに捕らわれて、ビーチにいる。俺はビーチに行く。待て、フラジャイルはどうした？フラジャイルならこちらにいる。しかし、あんたをその場所からビーチに飛ばしてもらうことはできない。ん？何があったの？少しだけいいか、サム。あんたが意識を失っている間に状況は大きく変わった。ゆっくり説明をさせてくれ。その前に一休みしたらどうだ？なあ。俺なら大丈夫だ。ビーチに戻らないと。それにルーも休ませてあげた方がいい。やべ、あくびが俺も映った。いや、よくできちょるわ。普通にあくびしてしまった今。あんたのおかげでカイラル通信はすべてつながった。ブリッジズを邪魔するヒッグスも倒すことができた。北米大陸は UCA としてつながった。あと一歩のところまで来たんだ。あとはそのリーダーたる新しい大統領を就任させれば政府が機能する。それこそがアメリカの再建なんだ。俺はブリッジスの言う通り大陸をつないだ。約束は果たした。アメリカ再建なんてどうでもいい。サム、君の言う通りだ。もはやアメリカ再建だけの話ではなくなっている。クリフからアメリを取り戻さなければアメリカどころではない。この世界が滅びる。俺はアメリを助けたいだけだ。絶滅体かどうかは関係ない。そうだとも。アメリを救うことが第6の絶滅を阻止することにつながる。だからこそサム、君には引き続き頼みたい。東に戻ってくれ。もちろん正式な長官命令ではないが、それ以外我々に残された道はないんだ。あれ、フラジャイル。みんなここに集まってる。フラジャイルがみんなを飛ばしてくれたんだ。大丈夫か。なんとか。こんなに大勢を短期間に運んだ経験はないから。ママ、あ、いや、ロックね。私も東にいる。力になりたいから。皆君をここで待っている。ここは西の端だ。そこまでは遠い。フラジャイル、俺もそこに飛ばしてくれ。それはできない。私が壊れそうだからじゃないの。今ビーチは自由に移動できるような状態にない。北米全土をつないだせいかもしれないが、カイラル濃度が不安定になっているんだ。ここのビーチが干渉し合うことで混戦してしまっている。それが通信にも影響を与えているようなんだ。こんな状況でビーチ経由のジャンプは危険すぎる。ビーチに行けたとしても望んだ場所に出られるとは限らない。最悪閉じ込められるかも。だからそこにはジャンプできないの。ただ入り口さえ分かればビーチに送るだけならできるはず。ビーチ自体は壊れてはいない。私もこれまで通りだ。だからあなたは自力でここまで来るしかない。でも来てくれれば必ずアメリのところに届ける。アメリのいるビーチに。サム、君とアメリのつながりは特別だ。そのドリームキャッチャーとアメリのキープ、それはただのものではない。長い時間をかけて複製できない思いが編み込まれた唯一無二のもの。君たちをアメリのビーチで結びつける一対の鍵のようなものだ。ドリームキャッチャーはもともとネイティブアメリカンのオジブワ族の装飾品だった。
それは悪夢を払い、夢を変える力を持つと信じられていた。アメリが絶滅体で、彼女が生んだドゥームスが絶滅運を見ているならば、私たちだけがそれを消し去ることができるに違いない。アメリは私たちに悪夢を希望に変えることを託したんだ。君が戻るまで、私はアメリと長官を探してみる。私のつながりでは無理かもしれないが、ただ待っているというわけにはいかない。俺は長官アメリ、クリフたちの過去の調査を続ける。つながりが見つかるかもしれない。サム、待っているわ。行きよりは楽なはずだわ。一刻も早く東に戻って。食べる。サム、悪いな。いいか、そこを出たら、まずは東に向かい、レイクノットシティを目指すんだ。この依頼に運ぶ荷物はない。これはあんたが自分自身を届けるミッションだ。締めがそれか。さあ、ほんとやれやれだよ。ここに来てそうなるか。マジか。はい、ということで、いやー、ヒックスのところの話からまた展開が変わってというところで、怪しかったのがそもそも変わってきたって感じですね。まあクリフと、まあクリフとかか、まあ決着をつける時も近いということでしょう。まああとは終わりが近いってことだね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。次回また続きやっていきたいと思いますので、ぜひ見に来てください。それではまた会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。